やっとわかった。昨日石が取れなかった理由ですね。あの松明とか作れなかった理由、作るアイテムが間違ってました。まず、こうやって始めて、お、ここにちょうど木があったので木を手に入れます。よし、ここから木が入って、それで、木を置いて、いくつか3つ取れるかな。よし、取れた。とりあえずここ掘れば石出てくるかな、ここちょっと掘ってみることにします。よいしょよいしょ。多分掘ればね、この下あたりに石とか埋まってそうな気がするけど、ないかな、ないかな。なければ別の難しいのかなければないけれど、お、よし、当たった当たった。よいしょ、で作業台作ります。ここはあの昨日と一緒ですね。こうやって作業台を作ります。このために棒も作っておいて、とりあえず作業台ここに設置しましょう。今はあの木の棒を持っているので、はしごしかできない。はしごはまだいらない。欲しいのは松明。取りに行きます。しょ、このぐらいあればいいかな。ちょっと、とりあえず板でも作っとくか、でこれでツルハシを作ります。昨日はね、なんか違うの作ってた。でこのツルハシだったら石壊した時に、ほら、よし、石ゲット。押してる押してる押してる、あの四角いやつが石っすな。よし、これでね、かまどが作れるはず。かまどの作るには、石、いくつ必要なんだろう。こんだけあれば作れるかな。よし。かま、石が。あれ？まだ作れない？いくつ必要なんだっけ？もうちょっとじゃあ石を取っとかなきゃダメか。ね。作れないね、かまどが。石がこんだけじゃ足りない。よし、もうちょっと壊して。よし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 、いくつあれば大丈夫かな。とりあえず、よし、まだ足りない。石いくつ必要なんだよ。おかしいな、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 なんでだ。もうちょっと集めに行ってみるか。やり方間違ってないよな。確か石が何個か必要だったんですよね。そうするとかまどが作れるようになる。もうちょっといるかな。これぐらいありゃいいかな。よし、もう一回。よし、作れるようになった。石がね、8つ必要。はい、8つ必要だったんだ。で、かまどを設置します。で、このかまどの使い方まだよくわかんないんでね、とにかく何かをここに入れて燃やすんですよ。なんか上と下に何か入れるのかな。で、ほら、燃やしてる燃やしてる燃やしてる燃やし、あれ消えちゃった。あれ、手に入ってないの。もう一回、とりあえず燃やす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 。そうすると、よし、この炭を手に入れることが、炭なのかな。で、ほら、できた、松明。これで暗いところにも火を、明かりをつけることが、はい、できた。よし、
これでした、うん、これが昨日分かんなかったんだ。というわけで、ハイサイ沖縄の、チャンネル登録お願いします。以上です。